皆さんこんにちは。ご紹介いただきました風見と申します。今日私が皆さんと共有したいアイデアは、この地球をこの東北から変えられるということの発明を我々が一緒にできるということなんです。私は宮城大学というところで今まちづくりと地域計画という講義をしています。私は長年東京に住んでまして、皆さんと遠くの人となったのは2008年です。で、今日ここでお話しするこの田園都市論とコミュニティビジネス、この2つの大きな概念が私の一番の専門です。耳慣れない言葉だと思いますけど、実はこのプレゼンテーションが終わった後にいかにこれが我々にとって身近ですごく大事なことなのか、それを分かっていただければ嬉しいなというふうに思っています。最初にお断りしておきますけど、実は喉がすごく悪くてですね、ここにお水を用意してますから、もしお水をいただく場合にはそういうレスキューだと思っていただいて、今日テッドトークで皆さんすごい素敵なプレゼンテーションを聞かれたと思いますけど、私の話はみんなと一緒に未来を発明しようっていうことなんです。私は長年建築と街づくりをやってきましたけど、その後経営を学びまして、でその後2011年皆さんと同じように 3.11 に地震に遭いました。で、私はこれを自分自身が持っている運命だというふうに思っています。皆さんにとってもこの大震災をどう越えていくか、それを今日皆さん探りながら来ておられると思うんですが、この大震災を越えて新しい世紀、実は21世紀が始まって11年後ですね、ここに我々震災を受けてしまった。しかもこの東北で受けたわけです。ですからこの東北から何ができるのかっていうのが我々に抱えられた運命なんですね。で、私は今大震災を越えて日々いろんなところで動いてますけれども、これは南三陸の映像です。この中に南三陸の方いらっしゃるかもしれません。私は大学の方で提携しておりまして、南三陸の方にも足しげく参りましたけど、本当に今も変わってないですね。でもこういう惨状の中で本当に被災地の皆さんはものすごく元気で前向きに生きてらっしゃる。で、我々からこの失われた多くの命と記憶というのはなくなることはないと思います。これはテレビでも映像をご覧になったと思いますが、最後まで救急をサイレンで流し続けた女性が亡くなって、また町長もこのアンテナにしがみついて何とか生き残った悲しみの防災庁舎ですが、ただこの記憶をこれから我々はどういうふうに転じていくか、それを我々は考えなきゃいけない、そういう時期に来ています。で、私が思ってますのは、この一番大事なことはコミュニティ主体、コミュニティ主体による真の復興を目指したいということなんです。いろんな各所でいろんな住民の人たちと一緒に新しい構想を立ててます。でも多くの計画が自治体が作ってませんか。我々が本当に作りたいものをちゃんと議論しているでしょうか。それを私は問いたい。で、私が今取り組んでいる一つのプロジェクトをヒントにして今日お話を進めたいと思います。それは森の学校プロジェクト。東松島の方がいらっしゃるかもしれませんが、この東松島のプロジェクトで私が進めているのが、この英語名でいうとウッドランドスクールプロジェクトというふうに言ってますけれども、森の中に学校を作る、そういう話です。東松島は皆さんもご承知の通り、このように大変多くの津波被害を受けています。その中でも特にひどかったこの野蒜地区、ここの防災移転事業をどうするかということで、私は教育、本来は教育の専門家ではないんですが、まちづくりの専門家だったんですけれども、今回その教育をどういうふうに変えるかということで、この森の学校の提案をする機会に恵まれました。森を起点に育まれる命の教育、地域の教育、これを実現したいということです。それで今私はこちらに C.W. ニコルさんという作家がいらっしゃいますけど、環境活動家です。彼と一緒に 3.14 のアースデーのプレゼンテーションが、記者会見がありまして、その時に一緒に東北を変えていこうと、何か復興していけないかということで、まさにこの子ども後ろにあるこの絆です。このニコルさんと私の一つの手を結んだことが大きな絆を生んで、今東松島で
本当に子どもたちの小学校がどんなものを作ったらいいのか、それを真剣に今議論し始めています。で、私どもが推進しているこの学校は、今までの小学校っていうのはどうでしょう、皆さん楽しかったでしょうかね。四角四面の、でもノビルチキで津波にやられた子どもたちが、今の子たちはなかなかもうできるまで5年もかかるんですけど、でも一緒に森の学校を作っていこうということで今一つになりつつありまして、この学校のコンセプトは自然とともに生きる学校、つまり自然の力、今度の震災で我々が学んだことはやはり自然の力の大きさです。でも自然を恐れることなく畏敬の念を持って森の中で一緒に生きていく、そういう知恵を学べる学校、そして地域とともに、地域にたくさんの多くの、例えば長老たちもいらっしゃいますし、キノコ取りができる方もいらっしゃいます。そういう方と一緒に子どもたちを一緒に育てていく、そんな学校を今目指しています。で、森の学校にはたくさんのプログラムが用意されています。森の中で悩み事を相談できるマザーツリーを見つけたりとか、音楽祭をやったりツリーハウスをしたり、風力発電、ここにありますけど馬で木を切り出して林業も育てよう、そういうような単なる学校ではなくて、地域の中で作る、みんなで学校を作り、また支えていくという、そういう学校です。どうでしょう、この子どもたちの笑顔。これはニコルさんが長野の黒姫に持っているアファンの森に震災から少し経ってお招きしてお呼びした映像です。本当に皆さん元気に元気を出してくれました。それで今森とともに生きるこの学校を皆さんでワークショップで作ろうと思っています。本当に地元の人たちが、子どもたちが欲しい学校を作りたい、それが僕たちの狙いです。それで今東松島の野蒜地区の高台に移転する森がありますけど、そこで森開きをしまして、こういった一緒にですね、ここに学校が作っていけるんだという、入れない人も一緒に、子どもたちと一緒にこの森の学校作りに入っていただいています。コミュニティデザイン、まさしくこれが一緒にコミュニティをデザインしていくっていう行為なんですね。ですから一緒に、皆さんと一緒に新しい学校を作る、それでデザインを今一生懸命しています。デザインもすごく重要です。これは森の野党を生かして、森の中に点在する、森のコテージのような、こんな学校ができたら素晴らしいと思いませんか。これをみんなと一緒に今、いろんな、まだこれから壁はありますけども、今実現しようと思っています。さらにはこの周りに福祉施設や、このクラスルームを中心にグラウンドがあり、教室があり、こういった福祉施設だとか子どもたちの託児施設とか、そういうものも含めて大きなサステナブルコミュニティを作りたい、そういうふうに思ってます。で、この話をしたときに、今日のお話が、私のもう2つの専門がどうつながるかお話します。それは持続、この震災を超えて我々がやらなければいけないことは、持続可能な社会、この未来を作るということだと思うんですね。この震災を超えて我々はどういう未来を作るか、それが問われている。その時に、実は1世紀前にそういった実際の都市をデザインし作った方がいます。それが今日お話しする田園都市論を提案したハワードなんですね。エベネザー・ハワードは町づくりの専門家でもありませんし、市長でも専門家でも経済学者でもありません。一速記者でした。それが、彼がスティーブンソンの蒸気機関車に触発されて、新しい田園都市という発明をしたいと彼が言いました。彼が言ったのは単純です。都市と田園は結婚しなければならない。これはどういうことか。これは都市と自然、人間と自然が一緒になれば持続可能な都市ができると、彼はそう信じたんですね。そして彼は大きな構想を持って、都市と農村における持続可能な社会を作るためのこういうダイアグラムを作りました。これはこの丸いのが都市なんですけど、必ず都市を必ず大きくせずに、必ず田園を抱えながら、これは衛星都市って言いますけど、大きな都市が東京のように広がらずに、いくつかの連帯した小さい子どもの都市を作っていく、こういう都市を描いたんです。で、これは実はロンドンで実現されています。ロンドンを中心にいろんな衛星都市があります。日本は残念ながら実現できてません。ただ東北はすごい美しい自然が残ってますから、これから仙台を例えば中心に、いろんな多賀城、東松島、石巻、いろんなところがこういった都市と田園が融合した町にすることができると思うんですね。これが田園都市論というアイデアです。これ私は研究してきました。
そして彼はこの1902年に本を書いて、1903年にはこのファーストガーデンシティという都市を実際に作る機会を得ました。多くの賛同者が集まった。最初はドン・キホーテで、なんかこう街頭で気違いが喋っている、そういう感じだったんですけれども、もう本当にあっという間にいろんな人が味方をしてくれて、今ではこんな素晴らしい、本当にこんな素晴らしい街ができました。そして彼が成し得なかったもう一つのことがあります。それは何か。それはその地域の本当の豊かさをこう作っていく上での市民を作ることだったんですね。でそれはどういうことかと言いますと、我々は今共同社会という言葉がありますけれども、我々の中ではこの地域市民、我々が中心となるこの市民ですけれども、それが実は行政や企業と一緒に単なる陳情ではなくて、我々が市民が提案して新しい事業を作り、そこで市民主体のまちづくり、これを広げていくというのが今我々の時代にはできるようになったんですね。大きな市民主体のまちづくりこそが田園都市が成し得なかったことなんです。つまりそこに住む人たちがそこで仕事を作り、それを自治していくということが彼は成し得なかったんです。ところが我々は今そのチャンスを得ています。それがもう一つのコミュニティビジネスです。コミュニティビジネスって言葉も初めてお聞きになった方も多いかと思いますけども、単に社会貢献、単に経済利益を求める企業ではなくて、我々は社会貢献と経済利益を共存しながら、志をもとにその地域に貢献する仕事ができるんですね。それがコミュニティビジネスです。そしてこれが生まれることによって、我々の豊かな田園都市でそこで働くことができる、そういう産業を作ることができる、それが私の提案なんです。ですから田園都市で、この東北に田園都市を広げたときに、我々は実は経済社会も自立できるような、そういう産業を生み出すことによって都市というものを自立させることができるということです。でそれはこのコミュニティの自立と連携であります。我々の社会ではこの自然環境が一番ベースにありますけど、この上に我々は鉄道とか道路とかのインフラを持っています。さらにその上に学校であるとか病院とか制度を持っています。これらの3つのものを地域の人たちが本当に選択することができれば、我々は本当に豊かさというものを手に入れることができるんです。これを今まで行政の人たちだけに任せたんですね。これを市民の人たちが本当に真剣に考える。そして目指すべきところはこの里山なんですね。里山という言葉は世界的に有名な言葉になりました。ですけど今里山が崩壊しつつあります。田園都市の実は日本版というのは里山だと思うんですね。こういったさまざまな産業と自然が組み合って、そこで自律的な美しい都市を作っていく、これが里山の一つの姿だと思います。そこで私は今日話した森の学校というものを、その田園都市とコミュニティビジネスがつながった一つの具体像として実現したいというふうに思って、今毎日東松島に一生懸命支援をしております。田園都市とコミュニティビジネスがつながると何ができるのか。それは一つはこの都市と農村が融合する、これによって持続可能なサイクルができる。それとコミュニティビジネスによって我々は誇り高い、本当にそこで誇り高く生きていくことができる、その仕事を自分たちで作り出すことができる。そしてそれによって循環と共生、本当に未来につなげていけるような、そういう地域を作ることができます。私が申し上げたいのは、この未来を構想するということです。我々は大震災で今までの仕組みというものの限界を知りました。でも我々は同じように未来を構想することができますし、この社会をデザインすることができます。今日話した一つの具体像としての森の学校は、森という資源の中で人々をつないで新しい社会を作り出すことです。言うなれば、我々近代化というものは、我々が超えてきた近代化というのはつながりの崩壊だったと思うんですね。いろんなものの人のつながりや、人と自然、人と人のつながりを崩壊してきました。その中でもう一度再構築するためには、この資源力ですね、我々東北にはたくさんの資源があります。それに対してこの地縁力、このコミュニティでそれを支える。そしてなおかつそれを今日話したコミュニティビジネスという経営力と言っていいと思います。皆さんの持っている経営力、この3つが重なったときに、我々は初めて
これからの東北の自立する経済、東北の再生というものができるんではないかと思います。それで私がいつも多くの同志と一緒に掲げている共通の言葉がこの言葉です。志の連鎖が地域を救う。ここにお集まりの方々も本当に志が詰まった方々がおいでになっていると思います。私どもも、東松島で今初めて森の学校を作ろうとしていますけど、これ実はもうもっと多賀城にも、もう仙台にも岩沼にも、七ヶ浜にもつなげていきたいんですね。それは子どもたちがこれからの未来を背負うからですね。それを我々が単に大人たちの世界だけで作ってはいけないし、本当にこれを契機に持続可能な未来を作ることができれば、東北は本当の震災を経て世界に対して発信できる大きなメッセージがあるというふうに思っています。子どもたちに美しい未来を作りたい。本当にたくさんの子どもたちが集まって、今ニコルさんとともにいろんな学校を訪ね、またワークショップを続けています。本当に子どもたちは全て未来を見通しています。もう本当に素敵なアイデアがいっぱいあって、これをこれから本当に実現していきたいなというふうに思っています。今日このテッドトークに出させていただいて、私自身はその森の学校から始めて、先ほどの田園都市や皆さんが誇りを持って働けるコミュニティビジネスが広がることによって、本当に東北に自立的な国家ではないですけど、自立的な地域を作りたい、そう思っています。そしてそのためには皆さんの力が必要なんです。皆さん一人一人の志と能力がつながることによって、それはできていきます。で、私はこの使命を発見せよと書いてあります。私自身の使命はこの森の学校を一緒にニコルさんと始めることでした。でもこの森の学校を作り上げるためには多くの助けがいるんですね。まだまだたくさんの助けがいります。ですからぜひこの後も皆さんと一緒に、ここに会場の集まりの皆さんの中で、この必ず You have a role in this world って書いてありますけど、必ず我々が持っている役割を気づいていただいて、それでつながっていただけることができれば、必ずこの東北が変わって、それが日本を変えて、それが世界に向けて発信されると思います。世界から、実はカナダからデンマークから、この森の学校と一緒につないで、子どもたちと一緒に教育を、新しい教育をしていこうというもう誘いがいっぱい来ています。ですからここのみんなが、この世界に発信する最初の仲間ですけども、この仲間に皆さんにもなっていただいて、ぜひ皆さんの志とのつながることによって、この遠くから世界を変えていければいい、そういうふうに思っています。今日テッドトークでこれを話してたのを私はすごく嬉しく思っています。ぜひ今日からまた皆さんとつながることができればというふうに思います。私のプレゼンテーションはこれで終わります。どうもありがとうございます。